ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。魔理沙、一昔前のテレビ番組は視聴率 20% 超えとか連発だったけど、今は 10% 超えれば、高視聴率と言われる時代だよね。やっぱりインターネットの影響が大きいのかしら？それもあるかもしれないが、単純にテレビ番組がつまらなくなったからというのが大きな要因だろうな。テレビがつまらなくなったと言われて久しいよね。これはやはり規制が厳しくなったからなのかしら？それも一つ。他にも路線変更や出演者の変更、時代に合わせてアップデートができていないなど様々な要因があるぜ。どういった奇跡でテレビ番組はつまらなくなっていくのかしら？よし、じゃあ今回はつまらなくなったテレビ番組6選を紹介するぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。まず最初に紹介するのは、ラビットだ。お笑いコンビ、麒麟の川島明さんが MC を務める朝の情報バラエティ番組だね。そう、2021年3月にスタートしたラビットは、日本で一番明るい朝番組をコンセプトに掲げ、バラエティ色の強い企画を多く打ち出してきたんだぜ。ラビットの放送時間って、平日の朝8時からだったよね。その時間帯といったらワイドショーが主流なのに、バラエティ路線というのは珍しいよね。ああ、開始当初は視聴率的に苦戦し、早期打ち切り説も取り沙汰されたんだ。やっぱりこの時間帯に時事ネタを扱わないと、数字は取れないかな。だがラビットはバラエティ路線を貫いた。お笑い芸人が多数出演し、そこからお笑い芸人による大喜利や、ひな壇でのやりとりが SNS などでも話題になり、視聴率も安定してきたんだ。バラエティ番組は朝でも通用することを証明できたんだね。ああ、根強いファンを獲得したラビットだが、24年10月に新レギュラーが発表されると、終わりの始まりと嘆かれるようになったんだ。誰がレギュラーになったの？新メンバーの顔ぶれは、月曜に、トラビスジャパンの松倉海斗さん、火曜にイコールラブの大谷恵美里さん、水曜に桜坂46の遠藤理子さん、木曜に超ときめき宣伝部の須田亜希さん、金曜にアンドチームの K さん、といった並びだぜ。今をときめくアイドルばかりじゃない。だがこの人選がすこぶる不評なんだ。ラビットの魅力は何と言っても、お笑い芸人たちによるひな壇のやりとりや、大喜利企画だからな。アイドル系のレギュラーが加入すると、お笑いの要素が薄れてしまうため、コアな番組ファンには不要なんだぜ。幅広い視聴者層を取り込むためにも、アイドルが必要だと判断したんじゃないかしら？ただすでにアイドル路線は失敗した実績があるからな。24年7月に放送されたアイドルオーディション企画の、令和のギャルルカッコ仮は、ダサく、つまらない。ギャルルの企画早く終わらんかなー。面白くない。ラビットにはこんなことして欲しくなかったと、辛辣な意見が多く見られたんだ。あまり幅広くやるよりも、手堅くお笑い一本にした方が得策かもしれないね。続いて紹介するのは、ロンドンハーツだ。今やバラエティの長寿番組になったよね。ああ、1999年4月18日から、稲妻ロンドンハーツとして、日曜午後8時枠でスタートし、当初は素人系恋愛ドッキリが企画のメインだったんだ。今で言うモニタリングみたいな感じかしら？いや、素人カップルの男性に、モデルの女性が色仕掛けを仕掛け、その気になっていく様をモニタリングしていくんだ。あまりハッピーな気分になれるドッキリではないわね。ああ、数々のカップルが破局し、彼女の泣き顔が全国に放送されたんだ。とてもゴールデンで、というか地上波でやる内容ではないわね。2001年に、ロンドンハーツのタイトルで毎週火曜日21時からのゴールデン帯に昇格し、芸人へのドッキリや名物企画、格付けがメインになっていくんだ。世間が思い浮かべるロンハーのイメージはこれだろうね。2005年頃に人気はピークを迎え、視聴率は 20% 超えを記録しているんだ。その後も安定して2桁を記録していたが、2015年頃から人気に陰りが見え始めるんだぜ。何が要因なのかしら？企画がマンネリ化してきて飽きられてきたこと、そこに加えてお箱のドッキリ企画も、水曜日のダウンタウンの台頭で、すっかり印象が薄くなってしまったからな。確かに、今やドッキリというと水曜日のダウンタウンのイメージがあるわ。そして2016年から金曜9時に移動すると、ファミリー層に支持される、ドラえもん、クレヨンしんちゃん、M ステの後番組、ということで攻めた企画ができなくなり、体力測定企画などを連発するなど、より一層つまらなくなっていったんだ。なぜよりにもよって、そんな時間に移動したのかしら。そして2019年には、再び火曜午後11時20分スタートの深夜枠に移動することになったんだ。
深夜になったことでまた、攻めた企画をやりやすくなったんじゃない？それを期待されたんだが、結局はドッキリ企画や芸人格付けなど、金曜ロンドンハーツと同じような企画を、ほぼ同じメンツでやってるだけで、視聴者は相当肩透かしを食らったんだぜ。稲妻ロンドンハーツの時のような、素人いじりを期待したファンも多かったんだろうね。ああ、やはりこの時代、いくら深夜といえども攻めすぎた企画は打ち出しづらいのかもしれないな。続いて紹介するのは、行列のできる相談所だ。ん？マリサ、法律が抜けてるわよ。行列のできる法律相談所でしょ？それは元の番組タイトルだろ？2021年に法律が取れて、行列のできる相談所にリニューアルしてるんだぜ。え、法律を取り扱わなくなってしまったの？とは言っても、当時はもうすでに番組内容が法律相談から離れ、グルメネタなど、全く法律相談と関係のないものが中心になっていたからな。昔は、史上最強の弁護士軍団が、日常のトラブルについて法律的見解を答える、という内容だったよね。ああ、弁護士軍団の恋キャラと島田紳助さんの爆笑トークで絶大な人気を誇っていたぜ。そこから法律と、島田紳助を取ったら何が残るんだろう。それでも宮迫博之さんの、共済化キャラが受けたり、アンジャッシュの渡部健さんのグルメコーナーでの活躍で、高視聴率は保てたんだ。どちらも不祥事で消えてしまったじゃない。さらに最近では、フワちゃんが不祥事で芸能活動を休止しているぜ。呪われているんじゃないの？今となっては、タレントの初告白や結婚発表、24時間テレビのマラソン走者の発表などを、メインのネタにすることが多くなっているぜ。もはや相談所ですらなくなっているのね。ああ、現在では視聴率 6% 台が続き、視聴者からは、法律ネタを放送してほしいという声がかなり寄せられているようだぜ。打ち切りにでもなる前に、一度原点回帰を試みるのもありかもね。続いて紹介するのは、ワイドナショーだ。これはやはり松本人志さんの影響かしら？そうだな。ワイドナショーは、普段スクープされる側の芸能人が、芸能ニュースから時事問題まで、様々なテーマについて、個人の見解を徹底討論する番組で、松本人志さんは、レギュラーコメンテーターを務めていたんだ。松本さんの発言は、よくネットニュースに上げられていたよね。ああ、ワイドナショーに限って言うと、面白い面白くないは二の次で、視聴者は、松本人志さんの意見が聞きたいという人が多かった。ところが2022年4月から、松本人志さんの出演は隔週となり、松本さんが出てない回は、つまらない、という意見が多く見られるようになったんだぜ。さすがの影響力だわ。そして23年3月には、ワイドナショーを卒業することになり、松本さんの意見を聞けることはなくなったんだ。その後、まさかワイドナショーどころか、テレビで松本さんを見ることができなくなるなんて、思ってもいなかったわ。そうだな。24年12月に性加害疑惑が取り沙汰され、松本さんは活動休止することになった。この出来事について、ワイドナショーで取り上げる時間は少なく、MC の東野幸治さんや、コメンテーターの今田幸治さんや、ロンドンブーツの田村敦史さんは、松本さんを擁護する発言をしたことで、視聴者はしらけてしまったというぜ。変に忖度せず、個人の見解を徹底討論してほしいわ。そうだな。裏番組の、サンジャポは松本さんに忖度する様子もなく、ちゃんと双方の視点で報道、コメントもしているからなおさらだったな。卒業してもなお、松本人志さんに面白さが左右されているのね。続いては少し毛色が違うものを紹介しよう。機関車トーマスだ。長年子供から愛されているアニメーションじゃない。つまらなくなるとかあるの？ああ、実は機関車トーマスは2022年12月24日にフルリニューアルしているが、それがとりあえずひどいと評判なんだ。どんなリニューアルが行われたのかしら？大きく変わったのは、まず見た目だ。これが今の機関車トーマスだぜ。誰やねん、って感じだわ。前は 3DCG だったのに、リニューアル後は 2D アニメーションへと変化しているんだね。ああ、あまりの変貌ぶりに、トーマスはこれじゃないという意見が相次いだんだ。こっちの方が可愛いかもしれないけど、ずっと見てる人は慣れないだろうね。変わったのは見た目だけではなく、キャラクターの性格もみんなマイルドになり、やたらといざこざを起こしていた機関車たちが、すっかり仲良くなっていたり、飛んだり跳ねたりくるくる回ったり、アクロバティックな動きを見せていたり、すべてが大きくガラッと変わってしまったんだぜ。オールドファンは悲しいかもしれないけど、これが新しい子供たちに浸透していくんだろうね。最後に紹介するのは、踊る三魔五天だ。
お笑いモンスターのさんまさんが司会をしているのに、つまらないなんてことある？そのさんまさんが、つまらなくなったと言われているんだぜ。さんまさんも高齢になってきて、笑いのキレが悪くなってきたかしら？そうだな。笑いのパターンが飽きられてきたようで、完全なワンパターン、自分だけ受けてパンパン叩くだけ。さんまが人の話聞かなすぎてうざい、ゲストの話も聞かずに自分の話ばっかなどと、散々な言われようだぜ。長年お笑いのトップを走ってきたさんまさんも劣化してしまうなんて、悲しいわね。衰えたのは笑いだけではないぜ。口角にたくさんの泡を溜めて喋っている姿は、現代の画質のいいテレビで見るには厳しく、とても直視できるものじゃないんだ。これは面白い面白くない以前の問題だわ。画質が良すぎるというのも問題があるわね。また、結婚が女の幸せといった休暇期間をゲストに押し付けるような発言も不快感を買っているぜ。このままだとローだと言われかねないね。70歳を迎えるお笑いの天才が、ここからさらに一皮むけることに期待だわ。以上、つまらなくなったテレビ番組6選を紹介したぜ。どれも有名番組ばかりだけど、今はつまらないと言われているんだね。そうなんだぜ。それも決して、規制のせいだけとは言えない要因ばかりだったろ。うん、というかいつまでも面白い番組の方が珍しいもんね。そうだな。大体の番組はつまらなくなって視聴率が下がり、終わりを迎えていくものだからな。今日挙げた番組も終わりが近いのかしら。どこかで起死回生を期待したいところだわ。それじゃあ、ご視聴ありがとうございました。